皆さんこんにちは、車紹介のメグガレです。本日はこちら、私の愛車トヨタ86の紹介をしていきたいと思います。イエーイ。今回はですね、初めて私ヌヌファクトリーのヌヌがメグガレに参戦しております。イエーイ、ありがとうございます。イエーイ。以前ですね、メグミンはヌヌファクトリーの方でも86の紹介をしてくれたんですけど、今回は改めてメグガレで紹介してくれるんですよね。前紹介してくれた時とはいろいろ変更点があると思いますので、また今回も詳しく見ていきましょう、はい、それでは愛車紹介レッツラゴー。はい、こちらのトヨタ86はですね、2012年にスバル BRZ と共同開発された兄弟車の1台になります。そしてですね、こちらのトヨタ86を買った経緯をお話ししていきたいんですけども、ちょっと外でねお話ししたかったんですが、あいにくの雨なので。そうですね室内で紹介していきたいと思います。はい、そうですね、私が車を好きになったきっかけなんですけど、19歳の頃に D1 グランプリというドリフトのイベントに連れてっていただいて、はい、その時にあの横井選手という方がいまして、その方の S15 シルビアでドリフトをしているのを見て、車めっちゃかっこいいっていうそこで初めて車に興味を持ちまして、はいはい、それから私もスポーツカーに乗りたいってなって10歳でマニュアル免許を取りまして、そこからシルビアを買おうって最初は思っていたんですけど、旧車を維持できるのかなっていう不安が出てきてしまいまして、当時は旧車を維持する覚悟がなかったので、2番目に好きだったのがこちらのトヨタ86だったので、やっぱシルビアと比べると年式も新しめなので2番目に好きな86を選んで、今ではもうすごい大好きです。もう大好きですね、本当にもう何かあると86、86って言ってるもんね、はい、じゃあ見つけたら86だ。そうだねじゃあ今では大事な相棒なんですね。はい、もう人生のパートナーって言っても過言ではない、もう婚約者みたいな雨の方がですね止んできましたので、外装チェックしていきましょう。私の86はですね、前期型の86になりまして、なぜ前期型を選んだかと言いますと、フロントバンパーの形状がですね、後期型と前期型で少し違いますので、こちらの顔がすごく好きだったのと、前期型は丸めで後期型がカッコみたいな感じの形になってるんですけど、私は丸めがすごく好きでしたので、あの前期型を選ばせていただきました。なるほどなるほど。このテールも結構トレードマークですよね。私も丸めが好きなんで、すごくかっこいいなと思います。はい、メガメインの86のボディカラー、すっごい綺麗な青ですけど、これは何色ですか？こちらの色はですね、ギャラクシーブルーシリカになります。前期型はギャラクシーブルーシリカで、後期型がアズライトブルーになります。アズライトブルー、はい、かっこいい。ギャラクシーブルーシリカを選んだ理由は、本当は最初はブラックを探してたんですけども、探しているうちにこちらの色を見つけまして、青っていうとやっぱ BRZ のイメージがあるんですけども、86でこんな色あるんだっていうのから一目惚れしちゃいまして、確かにもう速攻でこの色を買うと決めました。なんかよく街中走ってる86は白黒赤とかが多いなと思いますけど、青の86ってあんまりないもんね。そうですね、なかなか見ません ね。 ねえ。それではフロントの方からご紹介していきたいと思います、はい、ヘッドライトはですね、純正の前期型なんですけども、前期型はこちらにウィンカーがついてまして、後期型はですねヘッドライトの方にウィンカーがついてます、買う時は後期型のヘッドライトに移植しようかと思ってたんですけど、純正でいくか車外を入れるかは今後考えていこうかなって思ってます。まあ一体化も一体化でかっこいいけどね、はい、それぞれ別体化してた方がちゃんと主張してて私はいいなとは思います。それでですね、こちらのエアロはモデリスタのハーフエアロになります。モデリスタさんだと、本当だ、モデリスタさんですな。ちょっと飛び石がすごいんですけどもそうですねやっぱりあのコーティング屋さんからするとちょっと気になりますなTRD と比べるとこう低く見えるので、すごい気に入っています。これはもともとついてたの？購入するときにもうすでについておりました。なるほど、はい、前のオーナーさんセンスめちゃくちゃいいですね。はい、メグミンもモデリスタが良かったの？そうですね、モデリスタエアロで探しておりました。続いてはサイドの方を見ていきましょう。はい、サイドの方はですね、こちらのサイドマーカーはバレンティのクリアなタイプになります。これは車外？これは車外になります。へえ、はい、なんかすごいもともと純正かと思った。これそうなんですよ、車のいじりたいコンセプトとしては、なんかシンプルに仕上げたくて、こちらのバレンティはオレンジと
スモークかかったやつとちょっとクリアなタイプがありまして、うんうん、やっぱ純正に近くてそしてクリアでシンプルに仕上がるので、うん、クリアな方を選びました。なるほどなるほど、シンプルイズベストですな。はいでめぐみんが前教えてくれたけどこのサイドマーカー飛んでいっちゃいやすいらしいですよね。そうなんですよ、ね、ちょっと86乗ってる方にはあるあるなんですけども、うんうん、結構このサイドマーカーが飛んでいっちゃいました。この前もね86のお客様がコーティングにいらっしゃいましたけど、はい、やっぱりサイドマーカーがね、はい、取れちゃってたのかな。あれはそうですね、テープでちょっとくっつけてたので。そうだよね、はい、めぐみが応急処置してくれてね、結束バンドでちょっとつけさせてそうそうそう、いやもうこれ86乗りだからできる技だなと思いました結構周りの人にこういうやり方もあるよっていうのを教えていただけるので、うん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 、なるほどなるほど、はい、なんか他にもやり方があればコメント欄で教えてくれたら、ね、ぜひお願いします続いてはホイールなんですけども、はい、ホイールはウェッツさんのマーベリック 905S18 インチを履いています、うん、こんな感じで結構豪華な感じですね。そうなんですよ、マーベリックってなるとちょっとビップなイメージが強いですけど、はいはい、スポーティーな感じなデザインがすごいお気に入りです、うん、じゃあ今後はホイールは変えたりとかはせずこのまま行こうかなって感じ。ちょっとホイールの方はですね、うん、つい最近に車屋さんに持ってったところ、はいはい、やっぱちょっと古くなってて、うん、歪みが少し出てきているのでっていうことで、うん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 、ちょっと新しく変えていきたいなと思ってます。なるほど、今狙ってるホイールはあるんですか。まだまだ悩み中です。あ、そうなの、はい、一応候補をちょっと教えてもらってもいい。候補はメーカーさんというより外装はシルバーや、うん、あの黒、そしてもともとリップがついてたんですけど、はい、白いラインのリップだったので、うんうんうん、シルバーの5本スポークとかで悩んでるかなって感じです、うんうん、じゃあ外装はあくまでシンプルな感じで作っていって、そうですね、今ちょっと5本スポークにしようか悩んでると、はい、でもだいぶ変わりますよねこのデザインから5本スポークになると。そうです ね、それかもしくは似たような形のシルバーとか、うんうんうん、まあ、18インチは変わらずやっていきたいなと思ってます、はいはいはい、なるほど、じゃあまた今度ねガラリと雰囲気が変わるかもしれないですね、はい、そしたらまたレビューしましょう。車庫帳はテインの車庫帳を入れています、うん、こちらですね、フレックス A、クラウンと一緒じゃないですか。おお車庫帳の方はですね、うん、あの購入時からついてまして、はいはい、あのこちらもちょっと古くなってきてるみたいなので、うんうんうん、新しく車庫帳を変えていきたいなとは思ってます、うんうんうん、じゃあ新しく変えてもエアサスにせず生足でやっていくんだね。はい、あ、まあ低いと思うけどね、もしかしたらめぐみんが着地する勢いで下げるかもしれないけど走れるぐらいの車高ではやっていきたいなと思ってます。あ、ね、まあ、あの走れなくなったら台車ありますのでそちら使っていただければと思います。続いてはサイドスカートなんですけども、はい、サイドスカートはモデリスタになります、うん、でモデリスタで揃えてる感じ、はい、フロントとサイドはモデリスタ、うんうん、であのリアはまた別のメーカーさんになります。モデリスタのサイドスカートに汎用品のリップを取り付けています、うん、これ噂によると自分で取り付けたそうじゃない。そうなんですよね、今ちょっとフロントの方はちょっと割れちゃって今ついてないんですけど、うんうんうん、フロントとこちらのサイドスカートは自分で長さを合わせて切って、はいはい、穴を開けてタップを立ててボルト止めしてます、うん、すごいじゃない。ありがとうございます。大変だったね。結構でも時間はかかりました。そうだよね結構なんか自分でやるんだよね、いろいろとね。そうですね、やっぱ自分でやっていろいろ楽しめながら車乗りたいなと思いまして、うん、確かにね、また愛着も全然違うしね、自分でやるのと、はい、ただねこの前コーティングして思ったのはめちゃくちゃ水が溜まるね。そうなんですよね、なんで水の跡がすごくついちゃって、うん、そこがちょっと気になるなってぐらいなんですけど、ね、ちょっと直したいよね。今度ちょっとコーティングとかで実験してみましょう、ちゃんと落ちるかどうか、はいはい、おめぐみんのサイドで気に入っている点はどこですか。こちらのフェンダーになります、うん、ねえ、そこめっちゃ綺麗だよね、はい、リアフェンダーのここの膨らみが、うん、運転席のサイドミラーを見た時に、うん、はいはいはい、見えるんですよね。なるほどね、うっとりしながら走ってるわけねそうなんですよ、サイドミラーを見るたびにここのフェンダーが見えるのもすごくお気に入りです、うん、いや綺麗だよね、なんかボンキュッボンみたいな感じで、そうなんですよ、とてもグラマラスなラインですよね。はい、うん、続いてはリアの方を見ていきます。はい、リアの方はですね、ウィングがシーベストのウィングになります。ハイマウントが埋め込みされているのがすごいお気に入りです。もともと好きだったシルビアも同じように純正のウィングにハイマウントがついてまして、はいはい、それと同じなのがすごくお気に入りです、うんうん、憧れの車にちょっと似せてるんだね。はい、続いてがこちらの ZN6 のエンブレムなんですけど、うんうんうん、オートバックスで買った1文字ずつのやつをこうつけただけなんですけども、ここは
お気に入りポイントになります。そうだよね、はい、だってなんか純正感がすごいもんね。そうなんですよ、まあ、ハートは純正じゃないのはわかるけど、はい、ちょっと純正にこうつけたのかな、ね、みたいなのがすごくお気に入りです。えーすごい、なんかさ感覚もめっちゃ均等だしさ、全然曲がってないね。ちょっとテープで あのしっかり作って貼りました、ね。これね、やっぱりめぐみんといえばこのエンブレムもトレードマークの一つですよね。そうなんですよ、うん、周りのファン、はいだよって言ってくれる方が、こう真似したよって言ってくれる方がいっぱいいてすごい嬉しいです。確かに八六女性オーナー多いしさ、はい、かっこいいけどこういうちょっと女子らしさというか、はい、でアピールするっていうのもまたいいよね、はい。続いてはこちらのハーフエアロなんですけど、ハーフエアロ、こちらウィングと同様、うん、シーベストのエアロになります、うん、じゃあリアの方はシーベストさんで揃えてる。でこちらのハーフエアロは、うんはいはい、あのここ八六はリアフォグがちょっと三角の形になってるんですけど、うん、そこを隠すかのような、うん、ここの横一直線の、うん、ここがすごく私はお気に入りです。なるほどね。あ、じゃあ本当は三角なんだ。そうなんですよね、うん、ここ本当は三角にこう、うんうんうん、赤い部分がなってるんですけど、はいはい、そこはちょっと隠れるのが、すごいなんか、うんうん、私はすごく好きです。そうだね、はい、続いてはもうめぐみんの大本命ですよ。私の大好きなマフラー、はい、ね、本当にもうあとマフラーの方はですね、はい、リアピースが B フリーのマフラーがついています、うん、B フリーさん、はい、そして駅マニの方に神風さんのタイプ1の頭頂をつけています、うんうん、つい最近ね駅マニは変えてきたんだよね。はい、で駅マニの方がですね、うんはいはい、あのメーカーさんで取り付けてもらったんですけど、うんうん、マフラーは自分で家の前で取り付けしました。自分で、はい、ちょっとなんか吊り下げの部分があるんですけど、うんうんうん、そこがすごい力がいるということで、うん、なんかマフラーハンガープライヤーっていう工具があるんですけど、はいはい、それを使うとすぐ取れるっていうのを聞いたので、ちょっとぜひあの特に女の子とか力がない子とかは、はいはいはい、それ使ってみてください。なるほどね、自分で取り付けするときに、はい、いやでもその工具使ったとしてもちょっと怖くてできんわ、はい、じゃちょっと音聞かせてもらいましょうか。はい、吹っ飛びそう、本当にもう2回目の時から吹っ飛びそうでしたよ、私は、うん、すごいね、でもいいね、音がお気に入りです、ね、なんか音割れないようにこだわったって聞きましたけど。そうなんですよ、リアピがストレートだと駅マニを変えると割れてしまうのかなと思ってたので、はい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 、もし割れた場合はリアはストレートにせずにしようと思ってたんですけど、うん、思ったよりリアがストレートでも割れなかったので、うんうん、保ってくれた、はい、なるほど。で中間は純正の中間になります。めちゃくちゃいい音するもんね、はい、あと遠くから来てもあ、めぐみんだってすぐ分かる、はい、あのよくさ一緒に御殿場とか行ったりするけど、はい、あれめぐみんの姿がないなと思うけど、はい、音がもう聞こえてるから、あ、大丈夫だ、ね、はぐれても大丈夫、音で生存確認、はい、それでは続いては内装の方を見ていきましょう。内装はですねほぼほぼ純正なんですけども、うんうんうん、自分でつけたものといえば、うん、こちらのドラレコ、ケンウッドのドラレコと、うん、こちらについてるスーパーキャットのレーダーになります。ちょっと私気になるものがあるんですが、はい、このシフトノブについているものたち、あ、これですね、はい、そちら何ですかこれはですね、はいはい、こちらの一番下についてるのがこう2018年って書いたんですけど、うん、これあのもともとマーチニスモを乗ってまして、うんうん、その時にあの HKS のイベントがあるっていうので、うんうん、行った時にこう入場した時にもらえたものです、うん、本当だ HKS って書いてある、はい、でこちらが今年の八六スタイルに行った時に、うんうん、ブースのところでお配りしてたのをいただいて、うんうんなのでちょっと飾らせていただきました、うんうん、10周年アニバーサリーなの。そうなんですよ、こっち BRZ って書いてあるんですね。あ、かっこいいいいね、赤と青で、はい、86BRZ でかっちょいい、お気に入りですいいねでこちらのがですね、はいはい、今回あの10月に私、うん、モデルやらせていただいてまして、そちらでおっとっとあのアンバサダーをやらせていただくイベントの、はい、こちら入場した方にいただけるものでしてこちらをアンバサダーということで、うん、事前にいただいておりまして、あ、いいじゃないですか、はい、これは86と BRZ だけのイベントなの。はい、そうですね、 86BRZ だけ の、 あのイベントで、でもちょっと同じ会場の違うところで他のイベントもやってたりしてます。86と BRZ 乗ってない方でも見学行けたり
りとかはできます。なるほど、はい、楽しみだね。はい、なのでぜひ乗ってる方も乗ってない方も、うん、もしくはまあ普通の車でも全然誰でも参加できますので、はいはいはい、ぜひぜひ10月来ていただけたら嬉しいです。はい、詳しくはめぐみのツイッターとかね、インスタで告知はしてますので、はい、気になる方そちらの方も見てみてください。はい、ぜひよろしくお願いします。それでですね、こちらのミニカーは、うん、これ100均で売ってるんですけども、100均で売ってたのをもともとちょっと見ると分かるんですけど、うん、オレンジなんですよね。本当だ。はい、うん、これオレンジなんですけど、もう実際の車に使われるタッチアップペンあるじゃないですか、うん、それをただひたすら塗って乾かしたものです。すごい。なんでちゃんとギャラクシーブルーシリカに塗装された86になります。すごいじゃん。それ前期型なの？前期型です。ちゃんとすごい。なんかやっぱなかなかトミカとかでも、うん、やっぱ白とかが多いじゃないですか。 DRZ で青とかが多いんですけど、はい、やっぱ自分と同じ色のミニカーが欲しすぎちゃって、うん、そうだよね、塗りました。なるほどね。はい、私もお客様から21クラウン前期のトミカみたいな模型をいただいたんですけど、はい、最近のすごいですね。めちゃくちゃ細かく再現されてて。そうなんですよね。ちょっとギャラクシーブルーシリカで欲しいなって思っちゃいます。そうですよね。はい、それとこちらは、はい、こちらはですね、富士山っていう、うん、まあ、ツイッターとかインスタの方とかでもアカウントがあるんですけども、うん、はいはい、そちらの方がこういう絵を描いて、こういうグッズにして販売されたりしているんですよね。ほうほう、かわいい。はい、これめぐみの86がモチーフなの？あ、そうなんですよ。かわいい。こう2020年にこういうなんか企画をしてまして、うん、写真を送っていただけたら、はいはい、その方の車を絵に描いて、うん、かわいい。で顔の寝てるとか、うんうんうん、泣いてるとかそういうのもこう言っていただけたら、そういう感じで描きますって言われたので。めっちゃかわいい。ちょっと私寝るのが好きなので、うん、確かにね。なのでちょっとこう寝てるよだれ垂れた86をちょっと、うんうん、かわいい、言って作っていただきました。でももうこんなかわいくないけどね、見た目は。車めちゃかっこいい感じだけどさ。うるさいですし、ね。こんなに緩い感じではないんだけど、はい、でもめちゃくちゃ可愛いね。そうなんですよ。でそしてちゃんとこう名前もこう入れていただけてるので、うん、本当だ。オーナーめぐみって書いてある、はい、0806は86ですね。はい、なるほどね。じゃあ思い出ですね、これも。はい、うん、ぜひちょっと気になる方は富士山で調べて、はい、一応概要欄に貼っておきますので。 ありがとうございます。はい、内装のお気に入りポイントとしては、うん、こちらは黒メインの赤がこう少し入ってたり、ステッチが入ってたり、こちらも黒メインで赤が少し入ってるんですけども、うんうんうん、これはグレードによって、うん、まあ、ここが赤がメインだったりっていうのがあるんですけど、うんうん、私は GT グレードで、こちらのちょっとシンプルなのが良くて、はいはい、内装も中古で探すときは赤じゃないのをこう選びながら探していました。うんうんうん、なるほど。はい、結構変わるの、グレードによって？そうですね、やっぱ結構赤って言っても結構がっつり赤入っちゃってるんです。完全に中が真っ赤じゃないですけど、ちょっと赤メインで明るく見えちゃう、うんうんうん、それもね全然かっこいいんですけども、うん、私はこちらのちょっと黒メインの赤ステッチがすごいお気に入りなので、うんうん、うん、ね、はい、こちらのグレードを選びました。でもこのね、青いボディカラーと、はい、この内装の赤スティッチがすごいアクセントですよね。はい、ちょっとスポーティー感がやっぱ、うん、ね、そうだよね、こう感じられてかっこいいです、うんうん、あとね、私的には天井が黒っていうのもすごいいいなと思う、はい、あ、確かにね、こうシュッて綺麗に収まりますよね。そうそうそう、はい、なんか引き締まってるし、はい、あと何より汚れない。あ、そうです、大事ですね。汚れが目立ちにくいからいいなと思う、本当に。はい、ハンドルもポイントがありまして、うん、ここ86って書いてあるんですよ。本当だね、彫られてるね。そうなんですよ、かっこいい。だいたいメーカーさんはやっぱトヨタだったら、うん、トヨタのマークとかだと思うんですけど、この86って書いてあるのがすごい私はお気に入りです、うんうん、なんかすごい特別感出るよね。はい、うんうん、皆さんいかがでしたか？今回は私の愛車トヨタ86の紹介をさせていただきました。やっぱり86今乗って2年目なんですけども、買った時は6万キロほどで買いまして、今は2年で10万キロを超えまして、ちょっとこれからもお仕事だったりプライベートだったりでたくさん乗る機会があると思うんですけども、これからも楽しいカーライフをこの86と送っていけたらなと思います。イベントとかモデルのお仕事でも皆さんとお会いできたら嬉しいですし、プライベートでイベントオフ会などに参加してますので、ぜひ見かけたら声かけていただけたら嬉しいです。ということでですね、86や BRZ に乗っている方や検討されている方、スポーツカーが好きな方はぜひコメント欄でコメントしていただけたら嬉しいです。またチャンネル登録やグッドボタンも押していただけると動画制作の励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、メグでした。バイバイ。バイバイ。